東京都荒川区から、東京都墨田区から、東京スカイツリーから白髭橋は、墨田川に架かる橋で、東京都道306号王子千住夢の島線を、通す。西岸は、荒川区南千住三丁目と台東区橋上二丁目を、分かち、東岸は、墨田区堤通り一丁目と二丁目を分かつ。京名は東岸にある、白髭神社にちなむ。なお、白。 ヒゲとご記されることがあるが、白、ヒゲが正しい表記である。はじめかは1914年5月。近在の人々が基金を募って、資本金を作り、白ヒゲ橋株式会社を設立、大正2年4月に着工して約1年で完成した、目標である。長さは130件であったと伝えられる。橋番号き、大人1人1の通行量を取ったが、 当時は、渡し船も多く走り、経営は苦しかったという。後に2000に値上げするも間に合わず橋の維持に支障を来たすようになり、1925年に東京府が買い取り、関東大震災後の震災復興事業の一環として、現在の橋に架け替えられることとなった。もともと、橋場の渡しと白髭の渡しという都線上があった場所であり、特に橋場の渡しは、 江戸時代、文禄三年に、戦場橋が完成して主だった、街道筋が移されるまでは、隅田川を渡る、中心地であった。伊勢物語でのあずま下りの中で、主人公が有名な、ことといの歌を詠んだのはこの私とされる。ありがとうございます。